回ってます、はい、おはようございます。おはようございます。どうも。池おじチャンネル、はい、ポルタスタイルの、ツボオークカメラ大ツボです。あ、はい、ロックフクラです。違うか、アモロさんです。今日3人で3人ここ、はい、有楽町の阪急さん、ね、今日はですね、ツボオークと腕時計魂の、はいはい、魂、はい、魂、はい、コラボクロスオーバーで、これ何のポーズ、はい、コラボです。クロスです。あ、なるほど。で、はい、いつもお世話になってる、はいはい、ストレイシープと、はい、うん、ビンタイムの、まあ、前やそうそうそう、ね、2年ぐらい前でしたっけ、あれ。そうだから、おととし今日はだから、はい、ミリタリーショーのボリューム2っていうことで、またすごい気合が入ってこれのために買い付け行って、はい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 、ビンタイムも、はい、キュリオスキュリオの、え、あの名店青山の運用時計で日本、多分日本一ですかね。そう、の世界一、世界一、世界一、うん、だって病気だもんの。の萩原さんも今日、まあ、初日今日スペシャルということでいらっしゃってるということで、うん、またフォルツァスタイル限定で初日取材ってやつですね。なるほど、はい、高速ファッションチェック、萩原さんから、はいはい、今日はこうエラルのあのA2 ですね。A2 タイプの。A2 タイプの。可愛い可愛い可愛い。はい、はい、で、これなんか背中にね、ちゃんとナンバーリングが実はあって。あ、本当だ。はい、すごい。本当だ。ちゃんと。ミルスペックみたいなのが入ってるんですね。手書きで。はい、手書きなんだ。可愛いですね。これでもミルスペック入ってる。はい、入ってるんですよ。こんな A2 に、まあ、V ネックね、これは昔のロータですね。はい、あ、ロータですね。これもヴィンテージロータです。パンツ専業のあれですよね、そうですね。20年ぐらい前の。はい、に、まあ、オールデンの、オールデンの、まあ、コード版、そうそう、コード版のソールがこのクレープ、クレープ、クレープと、はい、でやって、で時計はこれ、福田さん知ってると思うけど、あのアフガニスタン派遣用の時計です、すごい、はい、っていう感じです。なるほど、はい、なるほど。このキラッと光ってるんですね。これはあのキラリ、あれ、ね、キラリズムです。あれです、あれです、あれです。あ、そろそろあれしますから。そろそろあれするやつ、案件のやつ、案件の。福田さんもこれミリタリー、これね、ロックですね。セリュックスってあったでしょ。あ、はい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 、セリュックスで買ったからかな、はい、もうだからセリュックスの別注で、あ、本当ドメスティックブランドなんだけど、うん、フィールドジャケットをバラして、パンツにカーゴにリメイクしたやつ。面白いな。あ、だからこれのがあるんだ。面白いな。面白いな。これね、それなんですか、ね、バイバー。新しい。バイバーって書いてある。僕知らないですけど。昔ね、こうビバーグって読むかなと思った、はい。カナダのブーツメーカーで。これ新しいですよ。全然ピンピンじゃないですか。買ったまんまお家に置いてあったやつで。箱から出して。やっと履けたってやつ。で、ジョンスメ、ジョンスメ。あ、そう、ジョンスメの重ね着で。時計見せてもらっていいですか。これあのブロー、これさ、50年代のブローバーです。はいはい、かわいい。ブルーは合わせて。で、大坪さんは、大坪はですね、あのこれ覚えてる、フランス、はいはい、あの前回のミリタリーショーで買った、おととし買った、はい、フランス軍、フランス軍のレザージャケット、フライトジャケットですね。で、ボンクラのニットに、はい、これフランスの501。あ、これはフランスの501、はい、で、フランスのこれウエストン、これもピンピンだって、ピンピンウエストンね、ピンピンウエストン。じゃあ今日はフランス尽くしなんですか。そうですね、フランスで。で、時計だけ僕ミリタリー持ってないんですけど、はい、IWC のマーク16かな、うん、マーク11とかあったら欲しいなと思うんですけど、マーク11えらい金額あれですよね。フランスリーバイス、フランスのリーバイスの面白いのは、はいはいはい、チェーンステッチとかないんで、はい、フランス、はい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 、ワークだからか、もうシングルステッチで、はいはいはい、ここ折り返しも厚いんですよ。すごい。でもちゃんと当たりが出てるっていう、そう、面白さ。ちょっとスラックスっぽい感じですよね。なるほど。で、ボタンが4つしかないんですよ。アメリカ5個なんですけど。早く脱げるよね。うわ、そういうこと？あ、え？世界一。いや、何言ってんの？というわけで行きましょう。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 さあ、はい、7回。はいはい。ビンタイムとストレイシープの、はいはい、コラボ、はい、ミリタリーショーにやってきました。今回第2回ということで、なんかものすごいパワーアップしてます。あたさんもね、買い付けに行かれて。そうですね、うん、はい、あの1ヶ月、1月から行ってました、ね、はい、で、なんと今日はスーパースペシャルということで、うん、スーパースペシャルということで私キュリオスキリオの、はい、キュリオスキリオの萩原と申します。世界で一番病気のミリタリーウォッチのね、いい意味でしょ、一番沼深い、沼深い世界に誇る。今日初日の朝なんですけど、はいはいはい、時計今準備してるってこと並べてるっていうのもあるんで、初日の朝ですからね、はい、初日の朝なんで、すいません、バタバタしてます。いいで、先にあの瀬田さんが集めてきたね、はい、ミリタリーの
はい、お洋服とかを見させてもらって、ね、はい、その後時計見させてもらって、はい、どうするかコーデを組むかっていう、はいはい、なるほど、はい、ということで、はい、コラボ、はい、コラボで、はい、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回見つけてきたなんかすごいのってあります？すごいのはまあすんごいのフランスの、タンクメカニックが着てた、うん、モールスキン素材のダブルプレステッド、うん、やばいですね。モールスキン、これグリーン、グリーンのモールスキン、グリーンって激レアじゃない？激レアですね。激レアですよこれ。グリーンってタンカーですか？そうですね、フランスのタンクメカニックが着てたって言われてるんですよね。それで実はまあ以前仕入れたこちらもあるので、はいはい、これとこれが並んじゃってる。これはインディゴのヘリンボーン、ヘリンボーンですね。やばいなこれ。あ、税込み43万8900円ということで、なるほど、これはいいですね。でもボタンもちょっと違うんですね。そうです、年代が多分こちらはちょっと古いですね。こちらは戦時中だと思うので、はいはい、アルミボタン、そう、1940年代かとは思います。うわ、これはすごいな。袖の振り方もなんかフランスって感じじゃないですか、うん、なんかこうねじれたりしですよね、はい、これはまあ一番珍しいかと思います、うん、初めて見ました。綺麗、はい、それとあとはもうドイツの、ドイツの山岳部隊が、マウンテンスモック、ドイツ軍40年代32万7800円。これすごいディテールですね。そうですね、これもなんかこのものの初期のパターンと言われてる、まあ、レーヨンが入ってる素材。これ後ろにこれレーヨンが入ってるんですね、うん、これ袖のディテールなんですかこれ、うん、これが袖の調節機構、これだからちゃんと裏陣があるんですよね。そうですね、リバーシブル、リバーシブルで切れます、はい、それで、ね、そうか、うわ、しかも綺麗な状態ですねこれ。これは希少なあのレプリカもかなり入れてるんで、はい、これのオリジナルですね。それのもしかしたら初期型じゃないかって、ちょっとこの年代ごととかを見てないんですけど、すごいの見つけましたね。これはもうあっちのコレクターさん、なるほど、初めて会うコレクターさんで、あとはこれはドイツ軍のボタサイクル、ドイツ軍、あー、かっこいい。これはかっこいいですね。めっちゃ綺麗ですね。29万7000円。これかなり希少かと。これもコレクターもの、これもコレクターの方から、いや、じゃないと持ってなくて、ね、ポッとなんか出るものではない。これすごい、うちでは初めてですね。音を聞いてみて、やっぱりなんか本物は独特のオーラがありますよね、うん、なんかドイツ軍はフェイクがやっぱり多くて、うん、あ、そうなんですか。なんか昔の生地で作らせたりとかしてるんですけど、やっぱり当時の雰囲気はやっぱり出ないんで、うんうん、あのリプロダクターは結構あります、うん、はい、チンストじゃないね。何だろうこれ、これ面白い。これか、違う、当て当たらないようにするの。あ、これだ、金具が当たらないように。なるほど、あ、そうですね、多分そうですね。あ、なるほど、こう、そうですね、締めた時に、はいはい、そうですね、当たらないようにでしょうね。試着できるんですか。ぜひぜひぜひ。ちょっと、あら、ちょうどじゃないですか。やべー、これやばいなあ、いいいい、かっこいい。モンスターさん、これっすね。これかな、早いな。これかな、筆かな、筆かな。でもめちゃめちゃいい、めちゃめちゃかっこいいわ。こういうことですよね。そう、ちょっと歩いてみて、こうくるくるっと回ってみて。うわ、かっこいい。これか、これですよ。これか。以前からよく他のお店さんとかでご紹介して、はい、フランス軍のモーターサイクルコーター数があるんですけど、なんか全然雰囲気違いますね。全然違います。年代的にはまあ近いんですけどね、うん、はい、生地の感じが違いますね。全然違いますよね。スーツ着れますよ。着れます、着れます、着れます、着れます。これマジでかっこいいですね。おそらくだってこの人にね、あの制服着てたわけですよ、ね、そうですね。今回あのなんか40年間自分のコレクションで集めてる方のところに家に初めて行って、いや、そこね、つなぐのが瀬田さんすごいですね。シェアしてる。いや、瀬田さんも絶対着れるよ。まあこの中でもサイズがちっちゃい。やばいですよね。やばいなこれこれやばい。後ろもすごいな、このプリーツが。これってでも本当にあのちゃんと分かってるあのコレクターの人からすると着ちゃいけないんだろう ね。ベンタイルスモック、ベンタイルスモック、サイズがまあわりかしちっちゃめのサイズ。これ着てみてもいい？あ、ぜひ。入ります入ります。これも今ないです。164っていう超絶ちょっとちっちゃめの、このサイズないんじゃないですか。だいたい180とか、はいはいはい、大きいのが多くて164センチってことですね。これうわ、暗黒。顔が出ない、顔出ました。出た。怪しい人になってる。おお、僕初めて来た。これ着たいなと思ってるんだけど、だいたいお店の壁の高いところにかかってるんですよ。届かない。届かない。もう手も届かない。あ、でもピッ
ったりじゃないですか。これ梅雨時のロケいいんじゃないですか。最高ですよこれ、ね、だって、うん、だベンタイルなんで水をまあ多少は弾く、ね、天然素材だし、カメラマンとしてはこれやばくない、これ想像がやばいな、これ絵力やばいですよ、ね、これね。ちょっと非売品も一つだけ実はあります、はいはい、非売品、それもコレクターの方から譲っていただいたんです。それは売るなと、売るな、店のディスプレイに使えと、はい、なるほど、もうだから観音様だ、そうですね、なるほど観音様、観音様拝みましょう。これがあのこれイギリス軍の、まあ、あのガスケープ、ガスケープですよね、ガスケープです。しかもそのピンクのこの迷彩、迷彩のかなり希少なガスケープです。はい、でガスが川有毒ガスを、そうですね、こんな薄い素材これで防御できんとか問題ってありますけどできないだろう、これ穴開いてるんだから穴開いてるんですね、そうですね、破けてるのが多かったんですけど、これはまだ切れる状態だったんですけど、なんか前から洋服のデザイナーさんとかにこれあったら買ってきてくださいって言われてて、だからまあなんかデザイナーさんとかレンタルしたりとか、なんかそういうのでなかなか綺麗な状態で出ないんで、この膨らみがなんかあってかぶるなんかなんですか。そうですね、なんか背中になんか背中にあのリュック背のう的なのをここに背負ったまんま、はいはい、酸素ボンベとか、はいはい、ボンベを、そういうことですよね。でガスマスクして、そうです、ね、ガスマスクして、あれでも福田さん羽織とかって、どれか着たいっていうの、 そのシャツ、これを着てみたい、あ、ぜひぜひぜひ。これもなんか68年だけど、どこの国かが68年本当だ、本当だ。でちょっとどこの国か、多分そのチェコ、スロバキアとか、うん、あのそういう統計だと思うんですけど、お求めやすくいけるんですか。そうですね、これ12,800円、お求めやすい値段、14,080円。日曜日もなんかいろいろ間に挟んでるんで、はい、ね、だからそういう探す楽しみがありますよ。これはパラシュート部、そうですね、パラシュートのリザードカモの、これめっちゃいいですね。そうですね、初期のこの曲がったパック、これ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 、それでこっちのタイプも、あ、これも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 あるんですよね。この生地もあるんですね、はい、パラシュート部隊、そうです、ね、これの次ですか。そうですね、あのフランス軍のよくある生地です。 M64 の生地ですね。64だ、64の生地ですね。64の生地ですね。コットンサテンって言うんですかね。コットンサテン、このディテールいいですね。そうですね、この3つの3連のやつは人気ですね、はい、これちょっと着てみてもいいですか。あ、ぜひぜひぜひ。あ、いい、全然普通でしょ。普通に今普通に着てるんじゃない、なんか着てきた人みたい。そうでしょ着てきたんじゃないか。後でレジ開いたら買い求め。あ、ぜひぜひ。早いな、もう狙ってたから。ちょっと年号は消えてるんですけど、はい、多分60年代。お、これ、お、これいい。ちょっと袖がちょっと短いのが多いんですけど。いや、むしろ。いや、こんなもんじゃないですか。むしろむしろむしろ。この感じがいいですよね。お、これ。これか。こういうふうに分かれてるの？分かれてないと思います。一つです。でかい。すごい、だからいっぱい入った時にはこっちになるんだ。あ、本当だ。パラシュート部隊だから、うんうん、絶対落とさないようにこうだ、こうがっちりボタンが3つついてるんですよね。そうだ、入った時にはこんもりした時は上に止めると、ね、うん、いいね、それこれいいね、これこれいい、これいいっすよ、これいいっすね、めちゃめちゃいいっすよ、こでか、これ5万円ぐらいですから。え、そんなの現実的、ここはちゃんと普通のポケットが入るんですね。あ、本当だ、これいいですね。そうですね、これ ありそうで、しかもこれってそんなに出ます、ね、珍しい、珍しいですよね。ファスナーもついてる、はい、え、これいいね。で、なんかフランス軍の生地って、うん、アメリカのこういうのって、うん、と生地がやっぱ違うから、はいはいはい、ね、見えるかな、コットンサテン、うん、ね、サテン、そういいっすね。わあ、沼だ、沼だ、やばい、ハマった。これ僕ちょうどいいですね、うん、サイズ、まあ、ダブルも着ていただいてもあ、ダブル、多分大坪さんサイズいいです。それ非売品なんじゃない、今日売れちゃうんじゃないこれ多分。いや、速攻売れるでしょ、うん、あ、これはあら、やばいやばいやばい、あら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 、うわー、やばい。ちょっと大坪さんに大きいの、ほら大きい、少し気持ち袖が長いの、残念、あ、諦めようとしてるなすごい、うわー、これ天達さん来るかもしれないこの後。そうですね、そうさっきの方が LINE したんですよ、さっきの方が絶対似合う、さっきのがいい、さっきのが、まあ確かにそうですね、さっきのイメージだった。これ天達さん、天達さんに送ろう。天達さんって何、あれなの、サイズ同じぐらいなんですか。ちょっとね、手はね、天達さんの方が長いんですよ多分。これ本当だ、プリズナー、そうです、そうですね、これは本当だ、かわ、こんな可愛いの着てんの、着てるブリティッシュのイギリス、何、イギリスの囚人のこれを着てた、サイズ100、いいですねこれ、これ2万円、ちょっとこんな可愛いのイギリスの囚人は着てた、そうですね、囚人、これ未使用なんで支給されてピンピンじゃないですか、超デッドストック、これすごい、これいいじゃないですか。でこれさ、生地10122 そうですね、こんなの着てた、うわ、かわいい、これだってピンピンでしょ、そう、え、これよくない、これすごいじゃないですか、これ2万円でこれ買えるのはいいな、え、これなんかすげえいいんだけど、これ気に入っちゃったんだけど、これさ、普通に水通して、これ、うん、
あれボタンあれじゃないですか、猫目じゃないですか。うん、そう。ちょっと猫目ボタン着させてくださいよ、それ。え、ほら、もう着てきたい。これ、ね、パリッパリなんですよ。かわいい。この色がないですよね、今。色がね、いわゆるあのインディゴみたいに濃くないから、ね、なるほど、ね。これポケットがね、なんかね、二股に分かれてる不思議な、なんかこうなってますね、ポケット。ここにボタンホールがあるから、あ、そっかそっか、これでボタンホール、ここまでポケットがあるので、ここで切ってないんですね、いっぱい入るよ、ほら、ここにボタンホールがあるからここで止めて、囚人服だからそういうの一気にやっちゃう、一気にやっちゃう、これは何、お子ちゃま用、あ、これはみんななんかツータックの方がいい、 MK3 ですよ、あ、はい、そうか、でもサイズが ちっちゃいんですよ、多分サイズ2って書いてこれこんなちっちゃいちっちゃいですね、レディースだ MK3、 いや面白いな、これちっちゃいですね、これかなりちっちゃいですね、はい、女性向けがすごい小さい、女性っぽいですよね、でも合わせ男だけど女性っぽいですよ、ちょっと普通の MK3 と雰囲気違いますよね、こっち古いタイプ、ちょっと古めるタイプのレンタル生地じゃないって言われてるんですけど、そうですよね、モロサーさんですよ、6だから6だから、これ MK3 ね、マジいいっすよ、はい、3だけで車乗ったりするの実はすごい、ほらほらほら来た、お、かっこいい、これかな、これですね、これかな、これマジでいいじゃないですか、これかな、これかな、これベンタイルじゃないですか、多分ベンタイルかと思います、ベンタイルですよ、はい、これいくらですか、 MK3 の、これだけちょっと高いんですけど、これ59,800円、他は39,900円ですね、この辺もなんか一気に値上がりしちゃって、セレモニーパンツとこの MK3 はなんか数が一気になくなっちゃって、セレモニー久保さんが取材していただいたもう4年前とか5年前とかはあったんですよ、はい、これね、これ普通にいいですよ、イギリス空軍のジャケットですね、やっぱり空軍だから高いですね、ゴールドウェザージャケット、そうですね、風通さないです、めちゃめちゃ綺麗、ほぼほぼで、これ水 7ってこれ7だ、多分マシン40度で洗えてる、ね、そうですね、84年ですね、うん、これ99ってイギリスの国番号でしたっけ、多分そうですね、確かそうですね、はい、納豆このナンバーで、うん、そうですね、99、確かそうです、そうです、サイズ6、バランスはこれは好きな方いらっしゃると思います、ね、うん、これでもいいな、イギリスのこれが MK4 になるとゴアテックス、ゴアテックスになるんですよね、はい、もうちょっとパリパリっとした、はい、でもこっちの方がいいな、そう、大坪さんにサイズがいいコートが、ツボコートが、ツボコートがすごいですね、ブッチャーコート、あ、生地がちょっと紐のあるコットンで、ビキも、あ、しかもチェンジポケットついて、そうですね、これ初めてだったんですけど、これここにこういう斜めのこうディティールあるのある、これ昨日あインスタで見てすごい、あ、これをインスタで見たの、はい、いいにしちゃいました、ブロックブッチャー1951でブロードアローついてる、あらら、あとどっかになんかハンスマンのが作ったやつ、あ、そうですね、あれもありますよ、あれチェンジボタンだ、あれそうです、本当だ、これすごい、51年だから、あら、これボタンもオリジナルのままですか、そうです、超絶いいわ、これあれまーリアルミリ同胞が開いてきちゃった、やばいな、これわ、これサイズはいいですよね、すごいね、これ瀬田さん、これやばいですね、サイズはいいですよね、瀬田さん、まず坪さんのために買ってきてるもんだよ、いやいや、これいくらでしたっけ、これ59,800円、あらま、あらま、あらま、うまいね、あらら、あー、これどっちにしよう、さっきのやつと迷ったら両方、両方でしょ、いや迷ったら両方、これあとハンツマンもぜひ、ハンツマンスペシャル、ハンツマン見たいんですよ、はい、ハンツマンが作った、はい、イギリスインド軍の瞳孔開いてますよ、開いてる、開いてる、やばいやばい、瞳孔開いてる、これがこれ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 、これすごくないですか、売ってくれた方が言うには1880年、1880年、イギリスインド軍、ハンツマン&サンズのあのハンツマン、ハンツマンがそのイギリスインド軍の出兵する兵士にで作ったジャケット、これかなり希少だ、これやばいっすよね、27,2800円、お値打ちだね、ちょっと釜が高いんですよね、ニット着ると、まあ、昔のものならではの、閉じない、閉じない、閉じない、やっぱ小さいんですよね、ちっちゃいね、ちょっと袖が短いんですよね、肩もちっちゃい、 あ、 本当だ、あっちとさっきのじゃない、いや、まあ、僕こっちサイズすごい良かったと思う、いや良かったやばいっすね、これでしょ、そのコートかな、ブートンがってある、うん、これどこ、デッドデッド、やばいやばいやばい、これどこですか、あ、安い、フランス、トレンチコート、デッドストック27,000円、横取りしたい、あれあらあら、あら、フランス軍、これ27,000円でこれか、あれあれあれ、ベルトも
レッドですね、これ。レッドですね。使ってないじゃん。でライナーがついてるのが、そう、ライナーついてた。ポイント高いですね。あれ、いや、いいなぁ。俺、この間イタリアで買ったばっかなんだよな、トランスポーターの。あれあれこれ、襟文字ピッと、あ、襟ステッチ入ってる、ちゃんと。すごい。あれあれ。よくできてますよ。やべぇ。これマジでいいっすね。やべぇな、これ。ラペルの大きさとかも。このボタンの大きさも好き。あれあれあれ。あれあれ。いや、これが。これ悩む必要ないじゃないですか。これだって取り外しできるでしょ。できるやつ、できるやつ。だから春も冬もいけるし。着てみたい。来ます。で、取り合いじゃないですか、これ。そう。じゃあ横取り。あ、お横取りを。あれあれ福田さんもいいな。福田さんもいいね。あれあれロックになっちゃったよ。ほら。あ、ロックだ。ロックだ。もう完璧じゃないですか。あれえ、モロさん買わないんだったら僕欲しいよ、これ。あれいや、これね、高い位置だからいい。そうそうそう、腰そう結構高いですよね。高い位置、ね。あ、これ抜けないようになってる、ちゃんと。この値段ってもんだって、絶対にフランスの方がシャレオツ感があるんですよ、ね、1977年あれ1977これラパリスラパリス1977パリスシャレオツ時計が仕上がってる仕上がったついにここからは後編で、はい、ついにミリタリーウォッチ出た出た、ここ出たダーティーダースシリーズ。ほう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 。11種類。11種類。え？11ある。グラナがないから。グラナがない。これ12個集まっちゃったらあの。あ、YouTube に出てた。そう。あ、そう。10個集まった。地球が裏返っちゃうんですよね。はい、ポールシフトが起こるやつ。これ珍しいですね。ロンジン。ロンジンの。これ40年代に中作ってるんですけど、はいはい、あのリケースしてるんですよね、50年代に。軍があのもともとこういうちょっとこう華奢なケースに入ってたんですけど堅牢なケースに入れ替えて使ってる。うわあともう名機マークイレブン。マークあこれやばい成功とかもあるマークイレブン。マークイレブンこれ140万でしょ。そうさっきのジャケットに合わせたいんですよね、うん、これぴったりじゃないだからこれいいっすねこれ雰囲気もこれもかなりレアシーマスター300イギリス海軍。回ってる回ってる回ってますよ自動巻きなんで、はい、あ自動巻きなんですかこれお値段はゼロ間違えちゃう440万ですねまあでも超レアです、ね、レアだからまた持ってたら、ね、このケースの中にこれが一番これが一番高いですよねレアなやつでいうと、はい、このカナダ軍とかそれも出てこないですか18万出てこないオメガなんですね100… オメガ18万なこれ間違ってるやばい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 ちょっと後で買えやばいやばいうわやばい一桁買いやすい値段だおやって俺やって一桁足りなかった桁がなんか違ってたなみたいなカナダ、うん、スウェーデン、はい、イラクイラクブライトリングだイラクナビタイマー好きナビタイマー70年代イラク空軍に入れてたんですねそうすごいスウェーデン軍もレアですねなかなか市場には出てこないですねカナダもそうですけどスウェーデン軍の王冠が3つついてるやつとか可愛いですよね、うん、そうそうそうあこれ入ってますかあ3つついてるこれも入ってるんですけどちっちゃいっすねあ本当だちっちゃいか入ってますねマークイレブン確かにかっこいいなかっこいいなマークイレブンいいですよマークイレブンはうちの店でも一番人気ですよねこの中でなんか気になるのありますかいややっぱこの今タグを伏せたあのあれね同盟がですねあのカナダ軍ねカナダ軍の気づく前にもう買ってそうですねこれも珍しいブライトリングカナダ軍のクロノグラフの中ではすごいレアですカナダ軍のクロの中ではオメガは まだ出やすいですよ、はいはいうん、ブライトリングはめったに出ないそうなんですか1960年代だもんね60年代やっぱり機能美ですよね、うん、重要時計の良さって、うん、装飾一切ないですもんねそうですねマークイレブン気になっちゃうな僕やっぱりマークイレブンかっこいいマークイレブンはもう出た時に買わないともう出会いだけですよねあのすぐ売れてしまうそうですよね究極の出会い系ですよこれうちはもう何人も待ってますあそうなんですか入荷を今日ここで出会えたのはもう意外と玉数あるんですけど人気があるからなかなか手に入れるの難しいです
キョンキョンかどうか分からないです、ね、あなたに会えて、あ、そう、歌の方ね。このケースにね、おじさんがすごい集まってた、確かにこのロンジュがこの状況ですよね。おじ祭り、おじ祭りや。ここはもうロック福田がもうね、福田さん、福田さんもう喋らなくなっちゃって、喋らなくなっちゃってもう IWC いいな、いいっすよね。 IWC いいな、マーケルボン、あれ、あ、このオメガもいいな、うん、そのスウェーデン軍の右から2番目は どこのですか、それ。エクセルシオルパーク、これエクセルシオルパーク、クロノグラフの機械を作って98万いい顔してるな、雰囲気ですよね、最初におっしゃってた雰囲気がいい、いいですね、なんか品がありますよね、番号88っていうのもね、綺麗、いいっすね、シリアル、ね、昔のこのサイズでもうムッチムチにクロノの機械が入ってるのって今ないじゃないですか。そうですよね、これ今危なっかしくて こんなにあのキワキワまで入れられない、うん、これなんか確かにいいな、これいいですよね、可愛い、すごい、なんかほら合う、ほら合う、合う、合う、こういうのってなんか取り扱いなんか注意点とかなんかあるんですか、もう普通にガンガン使って平気ですよとか、まあ、一番は水ですね、水ですね、手洗う時には外す、うん、水かからないように極力、雨とかね、あ、雨もダメなんですか、かからないように しないとダメですね、防水全く効いてない、あ、全く効いてない、そういうことなんですね、それを強化したのがこのケースなんですよ、あ、結構防水型に50年代このロンジン、あ、40年代はそうなんだけど50年代だと水に強くなった、これだから中身は同じシリーズなんですよ、同じ時期に出たんだけどそれを使ってリケースしてるんですよね、なるほど、オメガにもこのケースがあります、でもロンジンはレアです、あ、なるほど、ね、あ、それがいい、このベルト、ナサブレスですね、ナサブレスですか、これアメリカ軍に納入されたオメガのスピードマスターなんですけど、はいはいはい、第6艦隊、はいはい、うん、特にマーキングはないんですけど、アメリカ軍、かっこいい、19万8000ではないんですね、オメガだからまたこう間違ってきょっとなって、こっちもこれもすごいないですか、このこれは53年に作られたイギリス空軍のモデルなんですけど、はい、シンアローって言って、もともとこれがオリジナルの文字盤で、うん、こっちのファットアローっていうのは、はい、書き換えた文字盤なんです、ね、弓矢のマークが太いってことですよね、そうそうそう、こっちが細いアローマークと、はい、フィンってやつですね、夜光がラジウムで、はい、危険で使えませんって言って、ラジウムってそんなに危険なんですか、爆結構放射能数が高くて、はい、被爆します、被爆しますか、します、ロシアの時計はお求めやすいですね、この辺はね、本当だ、そうですね、精度的にはどうなんですか、ちょっとあんまり信用ならないですね、ならない、はい、それはどういうところなんですか、作りがものすごい簡易なんで、まあ、壊れやすい、壊れやすい、なるほど、なるほど、すごい、なんかローレックスだけキラキラ光ってる、これはこれがまたすごいですね、18金の18金見てもらってもこれ60年代手巻き43年、この L 字もすごいな、このフェイスがもう雰囲気が漏れ出してますよ、これあこれちっちゃいのいいですね、ちっちゃくて、いややっぱりオーラがありますね、スカイ君、福田さんもあっちで黙っちゃったよ、マイクついてるのに喋ってくんないですあれいねえなと思ったらあそこでじっと見てた福田さん、どうですか、どうですか、あれマニアかっこいいですね、節水感綺麗綺麗、いやーこれはもう一番これはいいですね、素晴らしいですね、もともとブラックの文字盤なんですよ、あ、ね、ブラックなんですか、それをちょっと流用して、はい、潜水艦乗務員用に白に変えて、おじ祭りになっちゃって、あ、それいいっすね、いやこれいいっすよね、これ今どういう状況かって言ってたの、この1本の時計にこれだけおじさんが群がってるというすごいすごいすごい、すごい状況ですよこれ、ね、これいい、ぶっちゃけ売るか売らないか迷っちゃうかと思って、いや本当にそうなんですか、はい、会えないんでね、状態もすごいいいっすね、出会えない、うん、これはやばいね、いやこれもなんかやっぱ目に惹かれる、やっぱレマニアの軍用クロノってめちゃくちゃ人気がある中で、はいはい、ちょっと特殊なモデルなんで探してる人は結構います、なるほどね、車線が入ってる、車線というか横棒入ってますね、3306が3312に変わってますね、
3312っていうのが潜水艦乗務員用の、まあ、あの示すナンバー。なるほど、なるほど。そういうヒストリーも含めて、だから最初に黒だったから消して、うんうん、新しい、まあ、あのコード入れてるってやつですね。何なんでしょうね、この時計に群がるおじたちは全員無言っていう。いや、無言。これさ、取れ高がね。番組的にはさ、そうそう、いや、これは圧巻ですよ。これ、レマニアの MOD ダイヤルってどういう意味ですか？あ、これ、はい、いい質問。これはシリーズ1か。これもさっき言ったラジウムからトリチウムに変更になった時に、はい、イギリス軍が離断し、再生した文字盤が入ってる、うん、あ、なるほど。で MOD ってあの国防省なんですけど、はい、国防省が作った文字盤っていうことで、あ、MOD ミニストリーオブディフェンスかな。ミニストリーオブディフェンス。おー、すげー。おー、おー、おー、みんな、ちょっと学出ちゃった。学出ちゃったな、これ素晴らしい。それ、国防省が作ったそんな文字盤なんてあるんですね。あります、イギリス軍はあります。やばいな。これはね、ファブ4っていうシリーズ、70年代、通称70年、ハミルトン CWC プレシスタニューマークの4つ。ファブ4って、うん、ファビラス4っていう、うん、ビートルズの相性、なるほど、4つあるんで、はい、から、はい、あの付けられた、後で付けられた相性。文字盤も最初からこの茶色っぽい色なんですか？これ焼けて、あ、焼けてこうなった、夜光が焼けてこういう感じです。これはいいですね、この焼けた感じが。やっぱ茶のベルト合わせるっていうのもさすがですか。焼けてから合わせる、またね。では僕ちょっとあのお面を当ててみていいですかね。カナダの。いや、このね、値段がいくら、値段がいくらか言えないけど、いや、これやばいっすよ。しかも、580万です。丸がもう一個増えない。丸足りないっす、それ。これね、これ丸が足りないんで、これ。このまま買っちゃおうかなと思ったんで、文字盤とこの革のコンビもやっぱ上手ですね。いいですよね。合わせがいい。合わせがうまいですよね。この中の芯の色とベージュが合ってるし、はい、いい。これいい。マークイレブン、やっぱり見せていただこうかな、ね。これケースあんまり痩せてなくていいですね。ああ、こう剣までツルツルになってベゼルが丸くなるとちょっと全然雰囲気違っちゃうん で、角が一定立ってるの。ああ、いいブロードアロー入ってたよ。結構彫りが深いんでね。ほら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 、ほら見える、50年これは見えてます。映ってます、ほら映えてます、映えてますね。インターナショナルウォッチカンパニー、これ今のやつと昔のやつと、だから50年、50、60年、これは MOD じゃないですね。 MOD じゃないです。MOD もありますよ。 MOD もある、ある。何ですか MOD って？ミニストリーオブディフェンス。もういいわ。ありがとうございます。メンテナンスってまだ引き続きできる感じですか？あ、全然できます。普通にオーバーホールしてやっぱずっと使えますね。なるほど。じゃあ引き継いでいけるってことですね、さらに。まあ、パーツ壊れても、まあ、大体なんとかなるんで。だから水没とか、はいはいはい、もう車にひかれてるとかダメですけど、はい、それ以外はほぼ直せます。なるほど、ね。相当特殊な、ね、はい、機械が入ってるやつじゃなければ、はいはい、だムーブメントってあの共通で使われてるから、意外とたくさんね、例えばこれなんか30ミリキャリバーって言って、はいはい、ものすごいたくさん製造されている機械自体は、なんで修理はほぼできる。なるほど。ハブ4の？ハブ4。あ、これ？欲しいです。え、じゃあその隣、ハブ4。これ？あ、それ欲しいです。MOD 文字盤じゃないですかこれ？なんだっけ MOD？ なんだっけ？ミニストリオブディフェンスだっけ？もういい。ミルトンが入ってない。入ってないのがいいです僕。これいいですね、入ってなくて。入ってない方がいいです。これ49万円。70年。海軍パイロット。0555のパイロット。これも MOD 何やるんだ。うん、今更知った。そう、今 MOD がすごいですよ。これトレンドですね。トレンド。何でしたっけ？ミニストリーオブディフェンス。ミニストリーオブディフェンス忘れちゃう。 HS 何でしたっけ？ハイドログラフィックサービス。そうです、それぞれ。海軍水路部ね。とそろそろあのどうファッションで合わせるかっていう段階になってるんで。やります、やります。やるの？やりますよ。瀬田さんもちょっと参加していただけませんか？あ、ぜひぜひ。自分の集めてきたものと、そう、これもう決ま、話さない。もう これだと思うんだけど、これに合わせるなら、じゃあどれ、どの服とっていう。もう選んじゃう、はい、そうですね。時計もいろいろ見せていただいたんで、はい、各自ちょっとコーデを考えましょう。わかりました。はい、はい、僕はこうなりました。はい、はい、
瀬田さんこれになった。僕はもう自分買ってきた。自分買ってきた。自分がセットアップの上。セットアップの上。そうですね。はい。じゃあ時計は。時計。じゃあモンサさんから。僕このマークイレブン。おお。マークイレブンこっちの。はい、ああ取られた。横取られた。横取られた。横取られた。散々僕がいいって言ってたの。ほらこう見えるじゃん。あこれ色味は。色味がね。ないなこれ。なるほど。うわ横取りしたいなこれでも譲ります。ありがとうございます。ふとこう重ねちゃいました。っていうか瀬田さん、僕はこのハミルトンの海軍のパイロットの先から、ね、先からずっと言ってましたよね。 MOD MOD 瀬田さん何でしたっけ。ミニストリーミニストリーオブディフェンス。やっぱりいいな。やっぱりいいですね。いいですよね。福田さんは僕ね、悩むのは、はい、あのレマニアか、はい、このオメガなのかな。でも今日のコーデに合わせるとしたらやっぱどっちですかね。ただやっぱしこっちかな。あそうですね。これね、これでも、ね、非売品かもしれない、ね、レマニアってあの魔法の言葉ですもんね、はい、レマニアにします。レマニアかな。大坪さん、はい、僕ね、急に頭真っ白ですよ。大坪さん、大坪さんに、はい、マークイレブン取られちゃったから、はい、もうこの12個揃ったら、はい、騎士が訪れる、ね、中連ポートですね。中連ポートが市長制が見れるんですよ、はいはい、スウェーデンのほうそうおあいい王冠見つけてるのこれいいんですよ、うん、これ急に飛んだけどこれダイヤルの、ね、バランスがめちゃめちゃ最高にいい。ちょっと色味的にコーデと合うかどうかあれですけど、うん、なるほど。いやいいいいと思います。この時計僕すごい茶とオリーブの絶品の、はい、っていうかそれももちろん綺麗すごい上品だよね。これ雰囲気すごいですよね。上品すぎるんだよね。イタリーっぽくね、うんはい、こうみんな選んだのがここに並びました。今日のオジの1本、はいそうですね、まあ、おのおの集めていただいたのが、はい、この4本になりました、はい、やっぱ最高ですね。面白いですね、はい、ファッションと、はいねはい、時計と合わせるんでやっぱり基本は基本なんですけど基本は基本ですね。これロマンありますよね、はい、文物って、ねうん、どんな歴史をたどってきたのかってなんかそんな想像もね、はい、このイベントの説明をちょっと、はい、19の月曜日まで月曜日19の今日2月14日の水曜日のバレンタインデーですけども12時からやってますけど、はい19日月曜日までそうです月曜日までですね。このイベントやってますので、うんはい、阪急メンズ東京、はい、7階、はい、まあ今買わずに戻、はい、お客様のために出してでまた飯食ってから戻ってくるそうです ね、はいはい、買いますか。その時またなかったですもん、ね、残ってればね残ってればね、はい、行きましょう。本当に、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。アギラ様ありがとうございました。説明がすごい、うんねうん、楽しいですね。じゃあ MOD でMOD で、 MOD でちょっと撤収します。撤収します。撤収します。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回もすごかった。楽しかったですね。楽しかった。楽しかった。昼から昼からウーロンハイ。ウーロンハイはいめっちゃ楽しかったですよ。楽しかったな。いや仕事って大変だないやもう僕収録中からお腹が減ってしょうがなくてなんかそんな朝からいやなんかカロリー使わないですか。なんかじゃあ歯がずっとお腹すいたとかいや朝食べてるんですけど瞳孔上がって瞳孔開いてそうなんですよ。歯がしてるしね。そうなんですよ。心拍上がって今日でもなんか前回以上になんかテンションが上がっててどうしたんですか。いやなんか瀬田さんが集めてきたアイテムを見て、はい、ハーハーしちゃった。やばかったですね。ハーハーじゃない。やばかったっすよ。ね、ドイツ軍のでもあのオートバイのあのコートはやばかった、ね。あれやばかったっすね。ね。バリバリのね。あれね。時計もここ数日で YouTube とか、うん、萩原さん出てるやつとか見て、MOD も勉強して。これ絶対もう流行語大賞になるね。なります。フーピンの時は MOD。MOD です。ありがとうございます。もうロック福田がもう、ね、福田さんかなりかなり戻って買うよねこれね。福田さん絶対に3着どうだったの。まさかのロック福田お買い上げ3着。あの MK3 良かったですよ。そうドピュー型の MK3 あれ確かに良かった。あれめちゃくちゃ良かったです。そう確かにイギリス軍のあれ買った方がいいと思うんだけど、うん、なんとメディア初ブランドを作ることができました。あシルバージュエリーを作ってほしいと。あれね、かっこいいんだよ、あれが。最高の基本みたいな。
あ、すごいなこれ。あらゆる女性にモテる。鉄板です。ロックスの夜景魂。小芝さんと私とも。これお宝ですよ。うわ、すごい。